井上俊夫井上俊夫から1924年3月9日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍少将。衆議院議員2期。安政4年8月12日、加賀阪神井上英心の次男として生まれる。1872年、海軍兵学寮に入学する。1874年の台湾出兵では高尾丸に、 1877年の西南戦争では、筑波に学生の身分で乗船した。1878年7月、海兵を卒業する。1881年、海軍将尉に任せられる。各艦で海上勤務のほか、1886年から1889年には海軍兵が高校海術教官となる。日清戦争直前の数年間、 在進国公使館付部官として、情報活動に従事し、海戦とともに帰国。巡洋艦出雲の開港委員長、艦長から日露戦争前には、戦艦富士の艦長として、富士型戦艦としての関門海峡発通行を実現。また、1893年7月には家督を相続している。日露戦争では、 1904年12月から1905年1月に仮想巡洋艦香港丸艦長として両艦日本岸と二艦で南洋方面へ建制行動を取る。日本海海戦時には津軽海峡で紹介活動に当たった。6月14日以降は特務艦隊司令官を務めた。この港により港4級禁止勲章が授けられた。 1906年5月28日、予備役に編入。1914年3月1日に、交尾役となり、1918年8月12日に退役した。1907年、内務省公安調査会開催に際して、富士官庁としての体験に基づき、関門校の水路整備について発言。公開術を得意とする、兵科将校としての経歴が、 現役を退いた後の進路に結びついた。日本会議に駅再開理事として、会員宿泊所設置のため訪れた三重県で、四日市公整備を期待され、衆議院議員に押された。第10回衆議院議員総選挙と、第11回衆議院議員総選挙で、四日市市より選出され、1908年から1914年まで在任。 当初は母親クラブに属したが、立憲声優会に転じた。大正13年3月9日即居。去年66歳。母書は青山霊園一路 -17 から17。香港丸南港研究論文。ありがとうございます。